ジョスキのサイレントイメージをいきますか。久々に今もはい。今追い込みですよ僕はい。今までやるとは言わなかったんですけど、いきなりねバラしましたけど。ジョスキの翻訳やって。これあの今に引っ張ってます。そうです。はい。明日も頑張ります。仏教でしん 最終章である第13章今ちょっとやってるんですけど、うん、ここでの話が面白いので先に皆さんにご紹介します、はいはい、えどういうことかというとですね、あのーまあ、サイレントインベージョン的な話がいっぱい出てくるんですけど鍵になってるのは結局はこれだよということでジョスキーは一番最後にね、はい、締めの章の中で、はい、仏教団体が大事なんだということを言っております。仏教団体を使って で、各国に侵略していって。はい。まあ宗教団体だからね、ちょっとこう中立的な雰囲気を出してるけれども。というか、ほら、あ、中国って。共産主義国家じゃないですか。仏教じゃない。あの宗教は。無宗教です。無宗教じゃないですか。というか、そういう宗教の存在さえ実は認めない。っていう状況ですよね。ところが。なんか、やっぱ中国ってすごくフレキシブルであって。仏教に関しては、特にアジア。一 うん、もう全体で広ままってますよね、はい、だったら我々は無宗教の、うんえー、中国共産党だけど、うん、この仏教団体をわざとこう保護しつつ、はい、いやむしろ彼らにの中に工作員を忍ばせて、はい、で彼らに仏教を語らせて、はい、なおかつこの仏教関係の交流で他の国に影響力工作をしていこうということを、はいえー やってるんだということを暴いております。まあ実際ね、あの公明党は自民党の足引っ張ってますからね、ずっと。おっと。で武器無るなとはずっと思ってるじゃないですか。はい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 まあその辺もこのジョスキの今日はそこには行かないです。今日はそこには行かない。です。でも他の事例を言います。はい。そうですね。はい。これですね。中国はですね、あの。 観音像みたいなのもこれは数十年前なんですけど、うん、観音像があるじゃないですか、はい、あれまあ仏教においてはまあ非常にその、えー、なんていうんですかね非常に信仰が厚い仏様だと言われてるじゃないですか、はいうん、その観音像を、えー、海南島の近くに。 立てたことがある、うん、でそのセレモニーのために、さまざ、あ、まなそのアジア各国からタイも含めて、ですね、うん、日本も含めて、いろんなところからこう人を集めて、ですね観音像ができました、さあ、皆さんこれで祝ってくださいみたいなことをやってるんですよ。そういうのを定期的に繰り返すことによって、横のつながりというか、国の枠組みを超えたところで、仏教団体とえいろんなイベントを一緒にやる、うんはい、そこで中国も行く、そこで必ず台湾は平和的に 統一されなければいけないということを言い続けるということですここに書いてあるのはこういうこと言ってます、えー、南シナ海仏教というふうに言われるんですあの,その南シナ海にすぐ近く中国が仏教を核として地域全体に広げるという狙いがあるとつまりメイドインチャイナ仏教の学派というものを 輸出するものであるということとして一つ今やってるそうですでここあの外国の宗教団体と友好関係を発展させてるんですけどそこに情報機関が工作をしていると。<laughs> いうことになりますしかもそこの情報機関は MSS と俗に言われる国家安全部だけじゃなくて、はい、他の中国の、えー、情報機関も入ってるということなんですけど、はいえー、例えば我々が知ってる、まあ、番組でも一回紹介したことがあります、はい、2018年に NHK 特集で出てきました「サイレント・インベージョン」これは「サイレント・インベージョンのあの」の、えー、クライブ・ハミルトンも少し一緒に出,てた、ね、出演しましたね出演しましたね、はい、その時に出てきたあの有名な人物がいます でかい仏教の寺院を土地買って活動されてたマスターワンという方がいらっしゃいますマスターワン自体は共産党との関係共産党員ですかって言ったらそれはお褒めの言葉ですねみたいな感じで言って自分は否定してたみたいなねぼかしてたってぼかしてましたでもこのジョスキの本を読むとまさにこれ攻めの まあ不況活動という,、ねだそう,いう、でこの人自身がもう工作員。うん 工作員という、このロジックは正しければという話ですこれがですね日本に入ると、じゃあどうなのかという話なんですよ。野田さんは先ほど、公明党と、公明党のバックにもちろん創価学会、それはもちろん、ここの中に少し書かれてるんですけど、それ以上にちょっと注目しなきゃいけないというか、ジョスキー自身が非常に強調してるのはこれなんですよ。意外ですし、これ、知ってる人いるのかなという形なんですけど、実はここに中国側が相当浸透してる。 というか一緒にイベントなんかやってんのがアゴン州というこれはねこれご存知ですか和田さん知っ,知ってるも何もですねはあ、はあ、知ってるも何も保守系雑誌まあ月刊花田とかうそうですけどうほうほうあのモロああモロスポンサードしてるんですよえ京都にあるう、はい、団体すよ、ね、うすなのではいあのー、どっちがどう泳がしてるかわかんないですけど <laughs> <laughs> まあお金くれるからいいやと。

アゴン州というのは、結構、基本的にいろんなところの保守系の人々と、アゴン州のトップの方もお亡くなりになりましたけど、桐山さんという方ですね、その方と、遠山さんっていうんですか、その方と、例えば石原慎太郎とか、そのいろんな著名人と結構対談の記事をいろんなとこ意外とね、保守側にリーチしようとしてるんですよ。そうなんですよね うん、で、京都に、まあ、あの拠点があるんですけど、はい、そこですね、でその方あのこの阿言州を中心に、相当、えーまああの、中国側も一緒に、えー、なんかイベントやったりとかをしてるとということになりますあとね、阿言州はですね、すね東南アジアの日本軍が、はいまあ、英霊たちがね。はい くなったところでの慰霊もやるそれはねあの非常に僕は尊敬できる活動だなだから日本政府ですら東南アジア行って慰霊とか骨を拾ってないわけですよ米軍は拾ってんですよでそれをアゴン州はちゃんとお祭りをするということまでやってるわけなんですよ 確かに、ね、その点は評価せざるを得ないという,、うん、いう感じはいす,すごくところがこのアゴン州が、はい、中国側がですね友好団体とかそういう形で相当入り、うん、これ僕が言ってるわけじゃなくてこのジョス子記がキー、ねはい、その本の中で解説をしております。だからあのー 攻めるならジョスキに言ってくれと。<laughs> 何の話ですか。いやいや、小山さんが自分に来るなと。<laughs> 僕,僕は翻訳してるだけ僕 <laughs> は翻訳してるだけです。僕は本当に翻訳してるだけです。はい、ただこの、えー、まあキリさんがやっぱこの起こしたですね、はい、1970年代でしたっけこれあのまああの起こしたこのアゴン州ですね。78年ですね。うん、はい、78年に起こしたこの、えー、アゴン州が実はターゲットとして。 えまあ浸透する際の役割を果たしているというふうには解説されております、まあ、こういう形でですねいろんなところに仏教を使って入り込んでるというところは我々、うん、あの注目せざるを得ないのかなというふうにありますよねなるほどちょっと、まあ、これはあのー、もっと詳しく本が、ねはい、出た時にまたぜひ詳しくお読みいただくともう,う、ね、もっとすごいことが書いてありますあ、はい、驚愕ですよしかもそれが全部助助助偉いのはですね文書 元文章も使ってこれ,これでもかというい資料がある証拠付きで提示しますので、はい、その、はいえー、物語を楽しんでいただければと思います。わ、はいはい、かりました